はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕らの大食いの人たちがよくお世話になっている大阪の丸中さんってお店があるんですけれども、そちらのお店がね、通販販売を始めまして、今回は購入をさせていただきました。それでね、今回購入したのが、まずこちらの親鶏の炙り焼きを3パックと焼き豚を2本購入させていただきました。今回はね、このメニューを白いご飯と一緒に食べていこうと思っております。この丸中さんの通信販売についてはツイッターの方に詳細が書いてありますので、概要欄に記載しておきます。ぜひね、合わせてご確認ください。それでね、調理法なんですけど、これはね、もう湯煎のみなんで、今回はちょっと調理シーンを省かせていただきまして、完成のシーンに移っているかと思いますということで、早速ね、料理を作っていきたいと思います。はい、ということでね、今準備が整いました。これがね、チャーシューで、親鶏の炭火焼き、あとね、これは僕の勝手なんですけど、鶏といえばね、やっぱ唐揚げかなと思って、レンチンのね、冷凍の唐揚げも準備しました。これとサラダに5合のお米と、ちょっとね隠れてるんだけど、ここにお味噌汁がございますので、これとね一緒に食べていこうと思います。それでは早速いただきますと。ちょっとサラダから、じゃあこの親鶏から。親鶏はね、炭火焼きでこんな感じでございます。うまそう。親鶏なかなかね食べる機会はないけど、うまい。普通の市販されてる鶏肉って、あのひな鶏が多いんですけど、まあ、もちろん硬さは親鶏の方が硬いんだけど、なんかねコリコリした感じとか、このむぎゅってした感じがやっぱり親鶏の方が強くて、食感がねすごくいいし、またその分ね、旨味もこうジュワッて染み出てくるから、これはこれでうまいんだよね。うん、ちょっとお味噌汁を、じゃあちょっとチャーシューは一旦置いといて、こちらの唐揚げも、うん、もちろんうまいよね。じゃあちょっとそろそろ確認じゃないや、チャーシューか、行ってみようかな。めっちゃうまい、一本、よくいしょ、こっち持ってこよう。チャーシューめっちゃうまい油とろとろなんだけど、ちゃんとね、このお肉の赤身の部分のうまみが詰まってるんでね、たまらん。やばい、今日の定食これ最高かもしれない。うめえ。よいしょ。唐揚げサクサクむいた。今日はちょっと早めの出番ということで、こちらを、
やっぱお肉にビールはうまい。ちょっとこれマヨネーズを。ああ。親鳥にマヨネーズつけて。ちょっとこんな感じでご飯のお供に絶対うまいもん。ごめん、あんまり親鳥には合わなかった。これはちょっと間違ったな。チャーシューだったら合うでしょこれ。箸で切れる、箸で切れるよ。マヨ漬けのチャーシューで。やった。うまい。マヨ漬けめちゃめちゃうまい。これビールにもご飯にも合うわ。ちょっと定番の唐揚げマヨも。これは間違いなくおいしい。本当のこと言うとね、結構お腹いっぱい。やっぱりね、年取ったからなのか、大食いをね始めた頃よりもなんかね、油もんに対してね、日に日にその油系を食べれなくなってるのがすごく実感する。年取ったといえば、そういえば今年まだ健康診断行けてないな。早く行きたいんだけどな。チャーシューはねこれで最後でございます。すごい親鳥。ちょっと違うけど、食感っていうか、あの強さ的に言ったら軟骨をねいっぱい食べてる感じ。今ね顎が爆発しそう。なんでもそうだけど、一袋とか一人前ってちょうどよくできてるんだね。ちょっと個人的にはこのレモンでね絶対レベルアップすると思ってるんですよ。これレモンかけて分かったわ。さっきから軟骨っぽい軟骨っぽいって言ってるけど、ずっと間違えてた。砂肝だ。砂肝になんかでこう皮がついてるみたいな食感、なんか違うなーって思ったんだけど、やっとすっきりした。今日ねちょっとね目もねたるんでるんだけど、昨日の夜ねうちのチビちゃんが一日中ご機嫌斜めで、夜中、今日実はこれオールで撮ってるんですけど、今ねめっちゃ頭回ってない。全然ね言葉が出てこないの。いやオール明けでこの定食はそりゃ重いわ。あ、満腹で眠くなってきた。
ブンブン。はい、ご飯は完食でございます。ダメだ、限界かもしれない。今、お味噌汁の方と親鶏の炭火焼きの方は完食しました。もう満腹感とかいろいろでちょっと限界です。これね、取っとけるやつなんで、これはね、何言ってんだろう、ラップして一眠りしてからまた夜にね、お酒と一緒に食べたいと思います。いや、ごちそうさまでした。はい、ってことでね、今ご飯が終わりました。丸中さんからね、購入させていただいたお肉の方は全て完食いたしまして、さすがね、丸中さんというか、丸中さんってね、いつも僕らがお邪魔しているラーメン屋さん以外にもお肉販売してる精肉店とか、あとはね、焼き鳥屋さんとかもやったりして、もう本当にお肉のプロフェッショナルなので、もうね、めちゃめちゃうまいお肉がいただけるのは確実でございます。今日頼んだメニューの他にも、つくねとか唐揚げ用のお肉とかもね、販売しているので、ぜひね、気になった方は丸中さんのツイッターの方をですね、概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね、お昼にしよう。